ビンテンバイエル。岡崎ビンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ、雪の花を弾こう、パート6。6週目に入りました。雪の花、チューニングはスタンダード、カッポはなしでお届けしております。フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集第5週、珠玉のメロディーからのピックアップでお届けしておりますが、前回、レッスンしました。今度 B' のパートからちょっとやってみますね。少しテンポ落として復習です。そして、C パートに入っていきます。まあ、この一番最後のコード B7、F シャープマイナーフラット5から B7 の小節ですね。この B7 の、そうですね、コードに移る寸前なんですけど、1弦2フレット、そして3弦2フレット、ここは親指を使わないで、右手は1弦中指、そして、3弦は人差し指使って弾いてください。そして、すぐ後に続くベース音5弦目の2フレットが親指になります。そして C パートに入りましたら、ほぼこれはイントロパートと同じですね。最初は Em ですが、ベース音は4弦の2フレットです。そして、次の小節 Cm7 は、これはですね、ベース音は6弦8フレットになりますが、ここで、一つのフォームとして全ての弦をバラバラに押さえます。1弦7フレット、人差し指、2弦8フレット中指、そして、3弦9フレット薬指、4弦10フレット小指ですね。そしてベース音となる6弦8フレットは親指です。このように5本の指を総動員して、これで、2拍、3拍目は今度は、C 分の D というコードになりますね。 D on C になりますけど、ここで、ベース音となる6弦の8フレットは左手親指から中指に変わります。その前の C メジャー7で親指で押さえられてたものが今度は中指で、そして、人差し指で7フレットの全ての弦を制覇します。そしてここはちょっと押さえ替えが難しいところですね。2弦目、は、このメロディーですね。この2弦の8フレット薬指、そして10フレットは小指ですね。そして3弦の9フレットに着地するのも小指と。そして次の小節に移ります。コードは Bm7 ですが、制覇はそのままです。この小指、3弦目のプリングオフですね。この小指のプリングオフと同時に5弦目を弾くというね、これもちょっと難しい技かもしれません。さあ次の Em なんですけど、ベース音は普通にこう8部で弾かれてますけど、メロディーが1拍3連で取られています。ここがちょっと難しいですね。この部分ですね。ここは、一瞬ですけどメロディーをシャッフルで捉えていく、そしてその感覚をキープするという、そうですね、最初の音から次の、0フレットから次の1フレット、ここでシャッフルで一瞬掴むんですね。ここがポイントになってくるかと思います。この先はまた次回の解説としましょう。
今日の輪転バイエルはいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターにおける悩み、ご相談、そしてご質問ですね、何でも受け付けますので、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは、番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。